いやあ、刹那圭介だよ。前回からのため撮りでやっていきたいと思います。続けてやっていきたいと思います。見てしまったんですね。影宮さん、あの部屋を覗いてからの話やな。当時、私は、現場に行くときは犯人の言動などを証拠にするために必ずビデオを撮るようにしていました。あの時もそうでした。虐待をしている証拠を収めるため、家宅捜査をする際、ビデオカメラの電源を入れていました。今ご覧になっていたのがそれです。でも私は過ちを犯してしまいました。セクハラ。ご覧になった通り、私は一人の幼い女の子を犯してしまいました。はじめさん。はじめさんがなんか、赤木みたいになってる、赤木に。あの時、ちょうど薬を飲み忘れていたのです。そう、精神安定剤。私は精神安定剤の幻覚症状で、あの少女をユイだと見間違えて、それで、でも私や少女を犯したことは誰にもバレませんでした。なぜなら、少女はそのまま、私が殺してしまったからです。少女は衰弱していました。そんな状態で、僕が殺してしまったから死んじゃった。影宮さん？影宮さんの本性が出てきてしまった。僕はそれを謝りたいんだ。だからその子に謝るためにここに来たんだ。真面目さんっていうイメージだったのに全然真面目じゃないさんやってきとる。バレてしまった。僕以外の人間に。あかん、完全に精神安定してない。もう何でもありやん、やりたい放題や。パパ助けて、痛いよ。パパ痛い。噛むの、なんなんだよ、このクソ猫。だんだんはじめさんの顔がなんかえらいことになっていとんでないか。何言ってんだろう、猫がパパなわけないよね。この野郎、噛むなっつってんだろ。やっぱりパパなんだ、猫に生まれ変わったパパなんだ。そっか、パパ来てくれたんだ。このクソ猫、よくも僕のユイの写真を血で汚したな。パパアミ、痛い思いをさせてしまったな。すまない。いいよパパ。どうしてパパが謝るの？謝るのはアミの方なのに。いいよ、アミは何も悪くないよ。だったらパパも悪くないよ。謝らなくてもいいよ。アミのためにもう痛い思いして守らなくてもいいよ。何を言う、アミは私の娘だ。命に代えても守るべきなものなのだ。パパー、パパ、二度もアミのせいで死ぬなんて。ありがとう、パパ。こんな形だけど会えてよかった。これでもう悔いはないよ。パパ、親友が無事に帰るのを確認したらすぐに会いに行くね。何これ、どんどんバッドエンドの方に入っていっとんだこれ。ああ、またあっちの世界に行ってもパパと一緒に未来の世界の猫型ロボットのアニメ見たいな。どんどん黒になっていっきょんねこれ、物語が。本当にジ・エンドだな。
ただ言わせて、リア充爆発しろってこれ出てきた瞬間思ったぞ。こんな状態でも言わせてもらうぞ、リア充爆発しろってね。不謹慎かもしれんけど、今なぜか亜美の声が夢に。どうなるんだこれ、気のせいか。え、私こんなやや夢とくっついて寝ちゃってたの。ナイス私、すごいよ私、やったよ私。もう不謹慎じゃなくて亡くなってきたと思うけん言わせてもらうな。リア充爆発しろ。アイム、あったかいよ。クソ、クマムシみたいにあったかいんだからみたいな感じになってきとんねん。特別な男が隣にいるよ、あったかいんだから。これでアイムが起きたらびっくりするよね、きっと。イチャイチャしやがって、起きとるやん。起きとるやん、すげえ。マークがこんなに密着してる。今マークの体温を感じてる。なんかドキドキしてくれたぜ。心臓の音聞かれちゃわねえかな。まあ大丈夫か、マーク今寝てるみたいだし。ここでエッチなことをしたら明らかに梅雨払いされそうだな。かな、梅雨払いだったのか知らんけど。ああそっか、アキラはもういないんだったよな。暗くなってちゃいけないな、ポジティブに行こう。よし、どさくさに負けれて負けて得たことしちゃおう。キャー、アイムが無意識なのか口に出してマッキーに得たことしちゃおうって言った。どうする、私このまま出たくりつけてアイブロスキーさせちゃう。どうする。あー、ちょっとさ、はじめさんの過去とかあきらくんの正体とかさ、黒いもん見せられてから立て続けにこんなん見せられてさ、言うけどさ、お前らのやいようことの方が黒いけんな。俺からしたらお前らのやいようことの方が黒いけんな。誘惑しといたら、誘惑しといてやれば。よし、じゃあちょっとだけ歩の体との密着度を高めてみよう。もう作って遊ぶの感覚でないか、お前。今日は紙飛行機を作ってみようみたいな感覚でないか、もう感覚。歩の心臓の音が聞こえる。結構荒い。そっか、私でも興奮してくれるんだ。ちょっと左足を歩の方まで移動させてみようかな。しまった、不自然に歩の右足までまたいちゃった。ビク、歩の息が私の首に当たってなんか気持ちいい。こら、そんな顔するな、そんな目するな、お前マキちゃん、そんな目するな、お前。ああ歩、そんなに足動かさないで。ああ、いや、一番の悪マキちゃんじゃないかなこれ。アイムの足と私の太ももの付け根が擦れてなんか変な気持ちになってきたよ。うん、おいとし調査さんもさ、見てる上でさ、変な気持ちになってるよ。ある意味変な気持ち。これ動画にしていいんだろうか。そんなレベルになってきました。なんかクショクショしてきた。どうしよう、アイムの着物についたらバレてはないかな。え、太ももの裏に硬いものが。これってもしかして、ちょっと私が前に行けば、入っちゃう。なんかこのゲームたびたび下ネタ入ってくるよな。ダメダメ、私高校生なんだし、一応これ18禁じゃないんだし。仕方ない、体勢元に戻そう。マキ、え、マキって結構エッチな子なんだな。俺嬉しいよ。な、違うよ、こんな姿見せるの歩みに抱きたいもん。ますます嬉しいよ。
さ、この二人嫌いになった気がするなんか嫌いになった気がする。いやそんなこと言っちゃあかんけどさ、このゲームを続けていくが辛いかもしれないある意味辛いせいかもしれない。でもやっていきます。まあ茶番はこれ茶番なんかやらないでほしいな。そんな茶番だったらやらないでほしいな俺俺さっきからなんだか嫌な予感がするんだ。よっしゃ今から真剣にします。真剣に。うん、私もそれでまず目が覚めたの。村下がりをする。確かに確実に何かあったと思う。俺もだ。なぜか亜美たちの居場所が分かる気がするし、向かってみるか。これはアキラにもらった力のおかげなのかもしれない。うん、行ってみよう。でもさ、歩む。うん、なんだ。もう足は痛くないんだけど、手つないでもいい？今からすごく嫌な出来事がありそうで、すごく怖いの。いちいち許可なんかいらねえよ。手つなぎたければ好きにつなげばいいし、俺はマキのためなら何でも嫌じゃねえ。ほら手をつないでいこう、マキ。うん。さあ、二人にちょっと先に言わせてもらっていいかな。その手つないでいいかなの下りから見よった分にはさ、その部分だけで見ればさ、いい話なんだろうけどさ、いい二人の仲のいいカップの話なんだろうけどさ、その前のやつがあったせいでさ、好感度だが下がりやけんな。そのところだけ覚えとけよ二人とも。アキラくんの帽子が手に入ったんだお前冷蔵庫の色にお前溶け込んでんじゃないよ。頭ちょっとだけ乗ってる。鼻にもちょっと乗っかってるやん。吹き切れてないぞお前。手付けイコール星久しぶりけど、しばらく お仕事休んでてすまないけどお前その間にもさ、この二人濡れ場を着とったんぞお前。どうしてくれるんだ。でもおかげでだいぶ傷も癒えたけど、そろそろ物語の佳境に入るけどが、ここからもどうぞよろしくけどな。よっしゃあ、なんとかセーブできた。行くぜ。頻度的なもんは今回なしか。そもそもどうなるかがわからんもんな。うん、そうだから気配がする。なにこれ、なん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 これ。スコープ、スコープ。なんこれ、何が映ったんこれ。発光体と思われしき着物の目が、目、これ目。あかんで、あかんで、あかんで、あかんで。ノック。そういうタイプのやつね。そういうタイプのやつね。わかりました。よし、じゃあもう一回チャレンジじゃ。そうなると覗く、ドア開けたら多分死ぬ、閉める、バンジーオッケー。あ、閉めたらこんな感じでちょっと時間延長されるけど、多分違うところから出ていこうぜのパターンなんだよ多分。じゃあどうする。どうにかしてちょっと脱出の経路的な持っていくもんがあるん。持っていけるん。ちょっと部屋探索してからでしょ。ごめん、はい、あ、そう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 、見たらダメなんや。見たらダメって言おったもんな。わかったわかった。これ見たやつ。てか呼んでる暇ないわ。この中にヒントがあるかもしれんという気持ちもあるけど、ちょっと呼んでられる暇じゃないわ。呼んでる暇はないわ。あー、ちょっと長い長いね。あー、終わった終わった。え、あ、こんなんある。椅子を玄関の扉、窓の前、窓の前。出よ、ここから出よ、ここから出よ。出れるんちゃうん。そのまま立つ。よし、いける。窓開けろ。ちょっと箱じゃない、行くぞ。あー、移動させた。あ、移動させた、移動させた。ちゃう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 。多分これじゃ多分ダメ。窓の前、窓の前、窓の前に動かして、ここそのままで上に立つ。窓を開ける。脱出、いけ。ダメでした。さあどうする。さあどうだ、どうする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 。
どうする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 、ちょっと扉の前まで持って行って、とりあえずこれちょっと見てみようかな。ハサミスパナ、スパナ殴りかかる殴りかかる、こいつに殴りかかる、よっしゃドアを開けた瞬間に殴りかかるぞみたいなことするの。どうすればいいんだろう、全然わからん。殴りかかりに行くか、ドア開けて、ですよね。さてどうするもんか、どうするもんか、適当に何か持っていく。文人、文人持っていたよ、何使うかわからんけど文人持っていたよ。窓の前、これ文人使ったりできるんかな。カーテン取れた、なんかカーテン取れてしまった、何カーテン、なんで取れたん。ああ、加工失礼、どうにかして加工、ハサミハサミハサミ、うん加工、あやっぱり立つ、いけるぞいけるぞ。これでなんか脱出するためのやつ、ロープロープできた、でロープできたけん、これこの上に乗っかって窓開ける、脱出、このロープをくくりつけて脱出すれば大丈夫、そういうことだ。よし、じゃあ俺が先に行くか、いや私が先に降りるよ。アイムにパンツ見られたら嫌だし、あんだけど塗ればやっと陽気だけど、パンツ見られたら嫌だしじゃないよ。あそっか、悪い、じゃあ気をつけて降りろよ。降りたか、うん、よし、じゃあ行くかな。あ、え、どうした歩くん、え、マキ、やぶ、いやー、なに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 、嘘だよ、俺が落としたものがマキの頭に当たって死んじゃうなんて、うわー、いけると思ったのに、こんなボンミスやるな、お前やめろ。真面目そうな人の表現ぶりを見せられて、ある一組のカップルの濡れ場を見せられて、その上でいきなりの使用を見せられてて、なんか本当心境的にジエンドなんですけど、この先の展開で何が起きても不思議じゃなくなってきた気がする。